こんにちは、速稼塾のコブです。今回ね、前回親ガチャっていうテーマでお話したでしょう。そこにですね、非常に答えにくい質問が来ました。よくこんな質問考えたな。そして私によく持ってきましたね、ということだったんで、ちょっと答えていこうかと思うんですよ。まあこの放送を見たからといってね、私のほど嫌いにならないでくださいね。まあそういう見方がある、そういう現実があるということですから。私がそう考えてるというよりも、どう見てもそういう現実があるってことなんでね。それを前置きにちょっと質問から読まさせていただきます。こう書いてますね。親ガチャについて、よく若者が恋愛や結婚をしなくなったのは所得が低くてその余裕がないからであり、今後はお金持ちや比較的に裕福な人だけが恋愛を楽しんだり結婚するんじゃないかなと言われています。さらに人間的にレベルの高い人同士が結婚して豊かさを謳歌し、その豊かな家に生まれた子供もまた豊かなところからの有利なスタート。実際久保さんもお金持ちだから高額な教育を子供に受けさせることができますよね。でも我が家のような貧乏な家に生まれたら教育格差で這い上がれず、所得格差で這い上がれず、人脈もなく、いわゆる親ガチャです。この現状をちょっと自虐的に考えてみたのですが、ちょっと聞いてくださいということですね。こっからが本題です。まあ前提としてね、私がここに出されちゃうのがね、ちょっとね、痛い気だなと思うんですけど、まあ読んでみましょう。ちょっと自虐的に考えてみたのですが、このままいけば貧乏な家庭は子孫ができずに滅び、お金持ちだけが生き残り新しい世界を作っていけそうです。自民党もディープステートもそんな日本を作ろうとしているとの陰謀説もありますが、本当でしょうか、というのが質問ですよね。確かにね、お金がない家庭ってのは滅びる可能性が高いんですよ。で、お金がある家ってのが生き残っていく可能性が高いですよね。で、基本的にお金を持っていたり人脈があったり知的な人が、そうじゃないバランスの悪い人と家庭を作るってことはあまり考えられないですよね。実際学歴のあんまりない男性と結婚したがる女性ってあまりないでしょ。で、お金あんまり持ってない男性と結婚したがる女性もいないと思うんですよ。まあ、要するに能力の低い男が選ばれないっていう現実があるんですよね。そこだけ見るとね、確かにこのいわゆる親ガチャですか、生まれたところでもうすでに育成は決まっていて、まあ、人脈もないし情報もないし、ね、あまりこう、まあ、頭も良くないって言ったら変な言い方になりますけど、すみません。で、いわゆる不利な状況の家はこれから滅びていって、所得格差の高いところだけがもう本当にね、どんどん豊かになって賢くなって自由になるみたいな未来が描けますけども、いや、こっからがね、私の答えにくいところなんですけども、まあ今回はね、特別サービスでこんな質問来たんで回答していきましょう。ですね、いいんですかね、こんなこと言って。優秀な男、金持ちの男、賢い男、人気者の男が若くて可愛いというだけで女性と結婚する例があるんでこれは繰り返されるんじゃないかなと思うんですよ。先ほどね、女の人がまあ言ってみればちょっとね、ダサい男とか儲かってない男とか能力の低い男が選ばないっていう現実があるのは、これはね、動かないと思うんですよ。皆さんも納得すると思うんですけども、逆にですね、シンデレラストーリーじゃないですけども、一国の王子様がね、なんか知んないけど靴を忘れるような女の子を探しに探して結婚する例もあるわけでしょ。あれははっきり言ってシンデレラってなんか奴隷だったわけで、奴隷っていうかなんかこうめちゃくちゃ何ひどい目にあってたわけですよね。ひどい目にあったシンデレラも王子様の好みの顔をしてたからあそこまで探してもらえたんですよね。おお、なんと美しい、わしの奇跡に、妃に迎えようみたいなセリフがあったと思うんですよ。なんだそりゃみたいなね。家柄とかなんか関係なくって、身分とか関係なくって、シンデレラは見た目がいいから王室に来たっていうことなんですよね。あれをなんか現代版で、例えばね、まあネオヒルズじゃないですけども、金持ちのちょっとこうね、ビジネスしすぎて、まあ、40代になっちゃった50代になっちゃったっていう大富豪がね、まあ、結局は若い女の子と付き合うわけですよ。で、
あの加藤ちゃんとかね、あのビートたけしじゃないですけども、結局ね、あのもう男は稼いでるやつをモテるわけですよ。でそこにはもうね、好みの女の子だったら中身はどうでもいいってやつもいるんですよ。そういう人、そういうやつも。でそんなこと言うとだから私がね、こう怒られそうじゃないですか。でもさっきね、あの言ったのは、その稼げない男は選ばれない、なんか見た目に不潔そうな配慮のできない男は女性選ばないって言ったでしょ。その逆はでも結構選ばれちゃったりするんじゃないかなっていうのが現実あるんで、なんかね、同じようなこの人口分布っていうのはまた持ち越されるんじゃないかなと思うんですよ。まあですんでね、ディープステートがいくら頑張って二極化作ってもダメなんですよ。だって逆にですよ、40代とか50代になった女性でものすごく賢い、ものすごくもうね、エネルギッシュ、稼げちゃう優秀な女性ね、いるとするじゃないですか。じゃあ同年代の男性ってそういう人にちょっとね、恋愛しますかねってことを考えたらちょっと難しいと思うんですよ。仮に恋愛したとしてもね、じゃあ出産までこぎつけるかって言ったらこれまた奇跡的なことになるじゃないですか。だからね、なんかこう一つの現実としてはですよ、私がこの差別を助長したいわけではないのが重々あのここでね、前提としてお話ししておきますけども、あのやっぱこれ持ち分なんでしょうね。女性はあのなこう若くて可愛らしい子がやっぱモテるわけなんですよ、男性からしてね。で逆にそのなんていうのかな、親ガチャじゃないですけども、可愛くすれば一発逆転のチャンスが女性には待っているということなんですよね。で男性も賢くなったり稼げるようになったら、これは年を取ってからでもね、一発逆転のチャンスは待ってるんですよ。で最後にこの言葉でね、今回の回答は締めさせてもらいます。バカとブスこそ東大に行け、これでいいんじゃないですかね。だから全ては阿部寛さんに文句言ってください。それでは行ってらっしゃい。